アロハこんにちは、 DJ ソアライズメロンジャム TV ファイナルファンタジーレコードキーパーやっていきたいと思います。はい、今回もですねゴールデンウィーク装備召喚チケットいただいたのでその日に回したいと思います。はーい、いや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 、ゴールデンウィーク装備召喚いい引き出したいですね。一応現状態だとゴールデンウィーク福袋松あと竹物理竹魔法回してるんですけど、はい、多分今日この動画上がったこの日にゴールデンウィーク装備召喚の竹の物理の動画を夜に上げる予定です。19時ぐらいですかねしてます。で、昨日ですがゴールデンウィーク装備召喚3回目と同時に夜の方にゴールデンウィーク福袋装備召喚松の方を上げてるので見ていただけたらなと思います。なかなかいい引きしてたので、まあ、ドリームセレクションもうすでに回してるのでそちら福袋動画終わったらゴールデン、ウィークドリームセレクション2020の動画上げたいと思います。1日1回無料こちらのガチャ回していきたいと思います。いやー、キャラ強化したいですね。ノーマル装備召喚全く揺れないんですよね。揺れた記憶がないぐらい揺れてないです。お願いします。これはおー揺れた。おー20個弟子の道筋とかがいいな。これなんでしょうね、これなんでしょう。お、ゼルだ。お、まとい。ゼルさん出たか。それも当たり枠ですね。では行きましょうか。チケット使ってやるやつ、ゴールデンウィーク装備召喚。これって出現率どうなんだろう。めっちゃなんかいいの出る感じするんですよね。あ、シンクロとかは入ってないのか。僕欲しいのは、シャドウの覚醒。シャドウ覚醒ですね。シャドウ覚醒お願いします。ゴールデンウィーク装備召喚無料がチケットガチャですか、文句は言いませんが数出てほしいです。ドクターモグお願いします。ホロインはいてよ。あ、1個来てる、1個来てますね。1個来てるぞと、1個来てるぞと、シャドウ覚醒が欲しいですね。シャドウ覚醒、シャドウ覚醒、刀で紐付き、シャドウ覚醒、レッツゴホロインはドクターモグ。あれ見たことないな、見たことないですね。結構僕ヒーラー系は集めてるんですけど、って持ってる一気トーク、これ多分5本目ぐらいですね。もうなんだろう、かなり古いやつじゃないですかこれ。もう深淵とか僕これでやってましたもん。おい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 、シャントットちゃんの超絶、シャントットちゃんコンプリートしてるんでね、まさかのかぶりでした。ゼル見ていいですか。ゼルノーマル装備召喚の方が良かったって、全然ゴールデンウィーク気分味わわしてくれなかったですね、チケット。まあ1枚目2枚目が結構良かったんでね、まあ、3回目も落ちてきて4枚目でこのありさまですよ。まあ5枚目6枚目期待したいと思います。ゼルちゃんなんですけどどんな感じですかね。ヘイト、ゼルさん、わー、覚醒オーバーフロー気持ちなんですね。でバースト超絶持ち、まとい、まとい、なるほどね。星6戦技以外はもう回収できるって感じですね、レンズで。ゼルちゃんか、まあ、ゼルコンプリートしてあげてもいいかなっていうのあるんですけど、スタメンじゃないんですよね。まあなんか今後なんか縛りみたいなの出てほしいですね。もうゼルを使わなきゃいけないみたいな、必須じゃなくていいんですけど、そういうのがあるともう使おうって思いますね。育てようってなるんですけどね。そうなるとこうもうスコール、リノア、セルフィ、ラグナ、イディアちゃんでも決まっちゃってるからな、氷でって思っちゃいますよね。スコールも炎いけるんで、炎、ゼル、サイファーもいけたんでしたっけ。炎ついてるっすよね。スコール、ゼル、サイファーとかそういうので使ったりとかしたいかなーっていうのありますけどね。キロスさんは何なんだろう、この方。あ、闇氷なんだ。しかも弱体ついてるんだ。見事にないですね。ゼルちゃん、まあ、ゼルちゃん強化できたって感じですね。まあ、ゼルもかっこいいですよね。はーい、暴れん坊ゼルと呼ばれてる熱血やんちゃ少年、面白いですね。タッパン入ってるんですよね。はーい、
ゴールデンウィーク総武召喚4回目、トータル40連目ですね。ご視聴いただきありがとうございました。本日ですね、インフォメーションになるんですけど、19時ぐらい予定してますが、ゴールデンウィーク福袋装備召喚竹野物理回すので、ぜひ見てください。結果お楽しみということで、はい、まあ、あとあれですね、ゲームチャンネルの方で本日も聖剣伝説3配信するので見ていただけたら嬉しいです。ファイナルファンタジーレコードキーパーも多分今日ダーク OD の動画を上げようかなと思ってるので、見ていただけたら嬉しいですね。そんな感じで DJ ソライズ、メロージャム TV、 メロージャムゲームス、2つチャンネルやってるので、どちらも応援していただけるとモチベーションアップつながりますので、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。はい、ですね、まあ、あと実写の方ですね、最近ちょいちょい上げてるので、僕が海外旅行旅してる動画、興味ある方は見ていただけたらなと思います。どちらのチャンネルもお願いします。まあ、ファイナルファンタジー7の音楽してるんですけど、僕最近ファイナルファンタジー7の小説 Amazon で買って、まで読もうかなと思ってます。ゴールデンウィーク、まあ、その動画もメインチャンネル、このチャンネルですね。 FF7 リメイクを終えて、 FF7 オリジナルやって、アドバンスチルドレン新しく見終わって、小説も読み終わって思うことが多分あると思うので、そういった意味では7リメイクとか7についての感想動画みたいなのあげようかななんて思ってます。ご視聴ありがとうございました。 DJ ソレスメロージャム TV、 今回はこれで終了です。サンキューマンハロー。